回から久しぶりに感じるな。あ、前回あれですね、道志の森行ったんですね。で、今回はですね、埼玉県の友枝川キャンプ場というところにですね、グループキャンプで向かっております。珍しく深夜出発ではなく朝出発でございますね。もう友人たちはもう結構人数いるんですよね。何人いるかわからないですけどいるんですよ。で、今関越道の埼玉向かってるんですけれども、珍しくね、朝から出発できてるっていうことで、自宅からある程度材料を持ってくることができました。なのでね、いつもと変わった料理を楽しめるのかなと思っておりますね。早速ね、お腹痛くなっちゃって、さっきね、あの三好パーキングエリアでねしちゃいました、うんこじゃあ、次はちょっと買い出し行きたいと思いますのでね、秩父ら辺のスーパー、ヤオコあると思いますね、その辺までね。時飛ばし、はい、キャンプ場の近くのヤオコですね。ここで買うのはお酒と氷ぐらいかな。それ以外は食材揃ってますんでね、行ってきまーす。はい、買い物終わりました。あっという間でしたね。楽だわ。いつもね、買い物で1時間とか1時間半ぐらいかかっちゃうんですけど、楽しくてね。もうそれは酔い済みなんで、今ほんと5分10分で終わっちゃいましたね。で、キャンプ場がすぐ近くなんですよね、これ。なので山奥じゃないんですよ。だから結構これ暑いんじゃないかな。ただでさえ今暑いんですよね。で、遮るものもないんで相当暑いんじゃないかなって思いますけれども、はい、行ってきますね、キャンプ場にね。はい、着きました。目の前リバーサイトのキャンプサイトを友人たちが借りてくれているので、そこに僕たちはスクリーンハウスを建てます。で、私が泊まるところはですね、1時からチェックインのバンガローです。ちょっと、ね、雨降るかもしれなかったというのと、2ヶ月前に予約したんで夏の天気が怖かったっていうところで、バンガローに泊まります。マジ暑い、川入りたい。こちら、もうちょっとこっち行くかちょっとこっち。はい、9回目のキャンプにして初めてのスクリーンハウス、とりあえず持っといてよかったのかなと思います。まあ、暑すぎてやばい。まあ、タープの方がね本当はいいんでしょうけど、もう本当にやばい。夏のキャンプ味わっておいてよかったです。これテント立てるって考えたら無理だ。ちょっと今から涼んできますわ、暑すぎる。我慢できず乾きました。結構大きいですね。こんな感じですね、こんな感じ。はい、ごめんなさい、また人が映るから近寄って、もうちょっと深いとこ倒れたい。あ、きれいきれい。緩やかだけど結構流れ強いかな。緩やかだけど流れ強い。気持ちいい。はい、ほぼ完成ですね。3、4グループかなので、すごいことになってます。では、バンガローだ。バンガローのチェックイン時間なので、そちらに向かいたいと思います。見てくださいよ、これ。タープの下に、そしてダッチオーブンと、とにかくすごいスペース。あ、これちなみに友人がですね、このファイヤーテーブル、これ手作りだそうですよ。ファイヤーテーブルと、このテーブル、そしてこのキッチン、キッチンね、バカでしょ。すごいびしょびしょ汗ね、脱水症状になったからねすごいよこれ。ちゃんと折りたたみになるらしいですよ。みんなね、折りたたみになって持ち運びできるようにね、こう考えて作りましたよ。すごいよ。あ、だいぶ火ついてきたね。今これ着火剤。じゃあちょっとバンガロー行ってきます。はい。
はい、じゃあ、 川沿いのね、テントサイトを散策して、そのまんまこの巴川キャンプ場の見学ですね、したいと思います。歩くとちょっときついんで、車でどっちにしろバンガロー行かなきゃいけないんで、左手が川ですね、左手が川になっております。で、リバーサイトが結構長いね。我々のところね、ちょっと斜めなんですよね。あ、他のところはそんな斜めじゃないね。で、あんまりちょっと車速度出せないんで、ごめんなさい、手ぶれごめんなさい。で、あ、ちょっとここ揺れますね。ここ一気に登ります。そこまですごい広いっていうわけではないのかな、これは。はい、ちょっと手ぶれは大丈夫ですね。で、上がティピーサイト、初めからテントが張ってあるサイトなのかな。あ、この辺は区画サイト、ここはティピーサイト、いいですね、マンポールテントの。まあ、これでも正直な、中はどうなってるのか分かんないですね、暑さ。いや、夏のキャンプはすごいわ、本当にいい勉強。トイレがね、トイレと炊事場がちょっとあれですね、炊事場は小さめです。これ混み合ってる時あれです。で、トイレが男女共用、これ女性にとっては痛いです。正直トイレ自体は綺麗ですね。オシュレットついてるのかな、あれ。女性専用のトイレはないのかな、あるのかな、探せば。ちょっと後で見てみますね。炊事場もそこまで広くないんで、食後とか大戦争勃発ですね。上にあれはバンガローとシャワールームかな、あれは。左上にシャワールームっぽいのありますね。なんか目の前富士山に見えちゃいますね。あ、で、バンガローが調理場か、調理場、トイレ、あ、トイレここにある、ここに女子トイレありますね、専用の。ここまで来れば気にならないか、女性は。ちょっと遠いけど。はい、ここが受付で、受付曲がって、ここがバンガローですね。バンガローエアコンついてます。で、この独立したサイトですね。はい、では中入ります。はい、この小屋がバンガローです。入ってみます。あ、鍵がないのか。あ、鍵、すいません。荷物がもう散らばってますけどね、私の。いやけど、これどうなんだろう、夜どれだけ暑いかによるけど、バンガローにして正解だって思う時が。エアコンもつけっぱにしてきました。で、2階と1階にこれだけのスペースがあると十分ですね。これだったら 5,6 人泊まれる。はぁ、涼しい。とりあえず昼飯ですね。昼飯が始まりました。暑い、暑い、暑いしか出てこない。ダッチオーブンでそうめんと、みんな食べないの。とりあえず焼肉ですね。大丈夫、椅子多分近づいてみた。暑い、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 この日暑い。じゃあやっと酒飲みます。銀河高原ビール一発目。よいしょ。さあ、あ、泡がいい感じですね。はい、暑い。いただきます。よかったです。まだ俺の世代わかるのね。大丈夫。この日では酒飲むことうんま、進むわ。それはでも止まんない。いい感じの海鮮焼いてますよ。エビ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 うまそう。海鮮、海鮮焼いたのは何ヶ月ぶりだ。似合うね、海鮮焼くの。そうですね。明
見て。サザエとホタテ。サザエとホタテ。いただきます。熱くて2本目いきまーす。あかね。あかね。どうもっちゃん。大丈夫大丈夫。もちゃさんもちゃさん。今ねあの他のメンバーがいるんですよ。ガリシとクロさんという。あとオーメンズイレブン。あ今ね川で遊びに来ましたね。おじさんたちが。おじさんたちね。はい。楽しいですね。すごい。そっちも手作り。手作り。この辺がなんかあれいいよね、うまいよね、びっくりした俺も。すごいすごいすごい、あれほんとすごい。初め2万以上。え2万以上。じゃあ4万で売るか。いやいけると思う、うん、逆に2万とかで売んない方がいいような気がする。そうだね、うん、素晴らしいよね、あれね、ファイヤーテーブル。はい、2杯目、あのね、冷たいからすげえ飲める。やばい、多分酒足んないこれ。すごっ、いい感じじゃん。もうちょいいけるぐらいだね。すっごチキン、すごいチキン。クリスマスパーティーやないか。本当だね、いい感じだね。いい感じですね。もうちょっといけるね。